こんにちは。建築試験一問一答チャンネルです。今日はですね、工期の分野から避難の問題について解説したいと思います。今日はちょっと変則的に2問いこうと思います。それでは早速問題に行ってみましょう。主要構造部を耐火構造とした地上3階建ての共同住宅で各階に10戸、各10戸の居室の床面積60平米が4戸あるものは、避難階以外の階から避難階または地上に通ずる2以上の直通階段を設けなければならない。まずは法令集がない状態で自分の頭で丸×をつけてみてください。正解は丸となります。ですね、キーワードを見てみましょう。主要構造部を耐火構造で、地上3階建ての共同住宅で、2以上の直通階段、以上がキーワードとなります。でですね、まずですね、避難の問題にはどういったパターンがあるのかというのを解説したいと思います。避難ときたら、今回の問題のように、2以上の避難階段が必要か否かという問題と、避難階段の構造を問われる、特別避難階段か避難階段か、もしくはその構造が主要不燃材料かだったり、その窓が何平米必要か、室が必要かみたいな問題か、もしくは歩行距離ですね。この例えば百貨店の歩行距離は40メーター以下にしないといけないみたいな、この3パターンあります。でですね、この今回の2以上の避難階段っていうのは、用途と面積を満たしている場合に2以上の避難階段が必要になってきます。でただですね、この緩和規定があって、主要構造部が、耐火構造、失礼しました、準耐火構造か、不燃材料で作られている建築物は、この面積、この要求面積を2倍にできるという緩和規定があるということですね。なので、避難の問題で2以上の階段が必要か否かと答えられたら、まず用途で、条文を飛べるようにしてください。例えばですね、今回ですと共同住宅なので121畳の5戸ですね。で、さらにその面積をチェックしてみてください。で、121号項では共同住宅の用途にする階で、その階における居室床面積の合計が100平米を超えるものは2以上の避難階段が必要だと言っているんですね。なのでちょっと問題に戻ってみましょう。なので、各10個の床面積が60個が4個。なので、広く24。で、まず、共同住宅で用途で、面積に関しては240。なので、必要となりますね。ただですね、注意しなきゃいけないのは緩和規定を考慮して、で、主要構造で耐火構造。このルールですね。問題の解き方としては2以上で、用途とか面積を確認した上で緩和規定に適用するか否か。で、今回は主要構造部が準耐火以上、耐火構造なので準耐火構以上となりますね。なので緩和規定が適用されると。そうすると、ここが
200平米以上で2以上の複数階段を設けなければならない。なんですけども、240平米あるので、緩和規定があっても2以上の複数階段を設けなければならない。という思考回路になります。それでは2問目に行ってみましょう。主要構造部を耐火構造とした地上6階建ての事務所において、6階の事務室の床面積の合計が300平米であり、かつその階に避難所を有効なバルコニーを設け、その階に通ずる屋外の直通階段を屋外に設ける避難階段の構造に規定に適合するものとした場合には、2畳の直通階段を設けなくてもよい。どうでしょうか。法令集がない状態でも、不整合を出してみてください。これはちょっと難しいですね。正解は×となります。正解は2畳の直通階段が必要になるというのが正解となります。キーワードはですね、まず緩和規定の部分で、主要構造部で耐火構造。なので緩和を受けるというのがすぐ分かりますね。これは1問目の解説から分かると思います。で、機能に関しては6階建ての事務所。で、その合計が300平米。ということで、さっきのルートに戻って、もう一度見てみましょう。2畳の避難階段が必要か否かっていうのは、用途かつ面積でチェックする。と、121条の6号の条文にですね、6階以上の階で、その階に居室を有する者には、避難階、2畳の避難階段が必要だっていうのが該当があります。なので、一見、今回の6階以上という条文に当てはまってきそうなんですが、ただ、こういう場合っていうのは必ず除外規定、緩和規定っていうのをチェックしないとダメです。で、緩和っていうのは主要構造部が準耐火構造以上だと緩和を受けると。なので、今回の問題っていうのは、主要構造耐火構造なので、緩和規定をチェックしましょう。そうするとですね、121条の6号の E にですね、床面積の合計が100平米を超えず、かつ、その階に避難所有効なバルコニー、通用階、その他、これらに類するものの階が避難所または地上に通ずる直通階段を除くと、まず除外規定があるんですね。なので、この、今の除外規定にこれが当てはまるのか、この6階建ての事務所300平米というのに当てはまるか否かっていうのは、これ100平米を超えずと書いてあるので、100平米を超えると除外できる。ただ、その除外規定の緩和規定で、主要構造部が耐火構造になるので200平米になるんですね。なので、この除外規定には溜まってこないということになります。これは300平米あるので。つまり、2畳の直通階段を設けなければならない。というのが正解となります。ちょっと2番は言葉で説明するとなかなか難しかったですね。ですね、この2番の問題に関しては、必ず自分で法令集を引いて、このルートを意識しながら、
解いてみてください。今日は以上となります。